ワンダーランドリーガネクストシーズンイーストリーグセガワールドアルカス大会、セガワールドアルカス代表対クラブセガ新宿西口代表。はい、イーストリーグの試合ですね。こちらを解説させていただきます。プレイヤー代表のクロウェイです。よろしくお願いいたします。同じくキラーです。よろしくお願いします。はい、ですけども今回は、ファイターですね。ファイターの店初めてです。こちらが、まあ、どういった形で、やっていくのかというのが見どころですけども、はい、対戦相手のファイターが、まあ、どちらのファイターが来るのかというのも注目ですね。はい、青さん大門を選択します。そうですね、大門の選択ですね。ドルミーグは後半型っていうのもあるんですかね。はい、まあ、おられてもまあ、大門側なので、はい、そのまま押し込まれることをちょっと危惧してってことですかね。対面はサンドリオンですね。サンドリオンですね、はい、最初の差し込みをどうするかってことですね、はい、お互い緊急回避で、まあ、こちらの読みが勝ったってことですね、はい、だいぶやはりそのドルミールとしては、はい、こうかなりインファイト型のファイターなので、はい、相手側のこういかにこう泥を見切ってこちらの泥を差し込むかっていうのが、はい、まあ、重要になってくると思うんですけども、ガンガンいってますね。そうですね、はい、前にプッシュすることで相手に経験値を拾わせないようになってるってことですね。まあ、相手側もやはりサンドリューも分かってか、はい、まずとやらないようにはしていますけども、はい、ここで相手側のアリスがそれを察してか、はい、まあ、フォローになりましたね。誰、はい、どうさばいくと思うんですけども、ここはしっかり出たんですが、はい、相手側はやはりアリスがちょっと差し込みなかったですね。ファイターのこう、はい、後ろに下がるときですけども、はい、まあ、上位勢のファイターなり、まあ、アタッカーなりサポーターがやってる動きなんですけども、はい、こう上に行ったり下に行ったりというのを振り子の動作ですかね、はい、そういった動きやはり逃げる時にも結構重要ですよね。まあ、ただその一直線に逃げてしまうと、まあ、車線、まあ、防がれてバレてしまうと思うので、はい、敵軍の拠点を破壊しました。こちらで、まあ、振ってきてはい、まあ、相手側のサンドも復帰しての予選もこちらが先にはレベルの祝福でかなりインしやすいですね、はい、祝福での、まあ、むしろですね、はい、こちらでもう MP 回復がもりっと回復しますので、なるほど、まあ、大体定番としてはレベル5から祝福っていう形なんですけども、はい、こちらむしろ打って MP 回復することもできるので、まあ、こういった攻め方もありですね。サンドリオンの方が前に出れなくなってましたね、はい、そうですね、ステップ見てからどうも最初ですね。ただ相手側のレベル5を先行されてしまうと非常によろしくないですね。ピンターが全然ここは起動したいところですね。そうですね、大無理して攻めてしまうと2本目いっちゃいます、ね、はい、2本目がもう開門していますので、はい、ここの辺のリスク管理っていうのはやはり、まあ、しっかりとやっておりますね、はい、でお互いレベル5になったとですね。でこうサンドリオンが攻めたのは、まあ、ワンダー使って、はい、まあ、攻め込むということでできましたね。まあ、こちら側はまあ攻め込まれても回復の緩みがありますので、よっぽどのことがない限りは、はい、なんかアリスが迫ってますね。そうですね、まあ、やはりもうスピードで、こちら側ピーター・ワンダー合わせてるんで、はい、命からがらに逃げ出しました、ね、なんとか逃げ出しましたね、はい、これだいぶでかいですよね、はい、ギリギリまでやはりブースター含めたのがでかかったですね、はい、戻ってきたら相手方のサンドがいなくなってますね。そうですね、起乗した感じですね。フォアさんが打ち取った感じがあります。ごめんなさい、ちょっとここの置き攻めをどうするかですね。そうですね、まあ、おそらく上に逃げるであろうっていう早いですが、
ヒーターワンダー中ですので、はい、こちらでちょっと逃げられてしまうと。レベル5からのドルミール一緒に早いですからね。そうですね、これはもういわゆるテンプレビルドになってしまうんですけども、はい、まあ、一番理にかなったビルドになるのかなと思いますね、はい、こちらで3度追い込みますが、逆にこちらが理になってしまった感じですね。帰りたいですね、ここいますね、でも帰りたいです。ここはよくさばきましたね、はい、まだでも移動できるかな。こちらでどうするかっていう感じですけども、はい、おここでも相手側のアリスの行動を見切った上でドローで取りましたね、はい、逆に切る。ここもよく動きましたね。敵さんあったかい。こういった動きがやっぱ非常にこう勝敗を分けることになりますね。相手は動きをやっぱ大会等でできるというのは非常に強いですね。こちらでワンダーを使って治療ですね、はい、で真ん中をただ相手方の機密がフリーで動くとまだ全然わからないといったところです。まあ現実的にはもうこちらが勝っていて、はい、まあ、安全にも思えるんですが、まあ、相手側の機密主体によっては全然負ける可能性もあり得るところですね、はい、ドローは出てうまく囲んでますね、はい、もう何としてでも機密を取っていくと、はい、お前はやれって。ここはさすがですね。うまいですよ。連携がうまかったですね、はい。シャドウアリスで、まあ、デバフをかけて、はい、しっかり取っていくって感じですね。ここは阿坊さんが、まあ、あの強引に回ったのは左レーンは、まあ、上げきれないと思ったんでしょうね。はい、そうですね。まあ、あとやはりその2本目を狙う動きっていうのは結構リスクが大きいので、そうですね、気づいたらやはり挟まれて。はい、で撤退初期にその敵のラインを上げられて2本目取られちゃいしまうってことですよね。こちらではもう攻め切らないですかね。そうですね、この辺はやっぱ固定ならではの立ち回りって感じですよ ね、 押せるところだけ押すっていう感じですよね、はい、今であれば右の上ですね。右の側森を取ってるのでシャドウアリスは上に行ける、はい、それでも無理しないで帰れるって感じですよね。まあ、やはりその2本目取る動きはまあ味方のフォローなくては取れないって感じですかね。キビツのセカンドチャンスが来てんじゃないですか。出てきましたね。大変ですよ。走ってますね。で、スカザサンドリオンも駆けつけてますかね。はい。ここでも、そうですね。対応間違えると一気に持ってかれちゃいますよね。はい、ギリギリセーフ。おお、何度か防衛しましたね、はい、守り方がうまかったですね。そうですね、やはり、はい、あの相手側の機密飛行、まあ、いかにうまく止めるのかっていうのが、はい、まあ、あのこの試合の連携うまかったですね、はいはい、どうもありがとうございました。